気になるホームランを打つ選手ですけれども、まず最初はもう皆さんお気づきでしょう、はい、いきなり出てきました背番号70長谷川東洋監督、まずは長谷川監督金の監督という言葉までいきますよ。最初にまず肩を作っている間にいきましょう。一つだけ言っておきます。本当はノックバットの方が飛ぶから、ノックバットで TI で T の下から物を上げてやらないですかという提案をしたら、監督一人がバック拒否このスタイルでやろうということを自らファンの皆さんにお見せしたかったんですよ。監督のラジオ長谷川監督ね、さあ投球練習の方をご覧いただきましょう。はい、ここは危ないですが練習スイングを見ますか。じゃあもういきなり時間が来る演出だけ、はい、練習スイングを見ますか。2スイング、はい、2スイングお願いします。はい、去年の、おととしの横浜スタジアムありましたね、長谷川監督 VS、オリックスバファローズのブライアント選手の、さあ、2スイング行きました。それでは今から5スイング勝っていきましょう。はい、まずはアンパンマンチーム1番バッターは田代友也監督。1球目すごいゲット。本当にこれ嬉しくないですか、皆さん。ちょっと見えにくくなってるんですか。動画が入ってきました。さあ、さあ3スイング伸ばし、あと2スイングこれね、本当にね、手がかけしないようにね、見てあげてくださいね。さあ、あ、見ました。すみません、後ろから見てストライクですノーアーチですけど、応援のファンには頼む。